ご機嫌いかがかな。前回から引き続き、リアルタイムスタイルチェンジを作ります。前回導入が長かったので、早速サードパーソンブループリントの作業から。行くぞ！サードパーソンブループリントのビューポートです。各スタイルに応じた装備品をすべて装備しています。カツラとか剣とか刀とかカツラとかです。ビューポートがなんでこんなに暗くて見づらいのか。これがわからない。初期スタイルはダンテなので、見える必要のない刀とか鉢巻きとかカツラとかを見えなくします。しました。ダンテスタイルに必要なカツラと魔剣ダンテのレンダリング内のビジブルにチェックを入れ、それ以外のチェックを外しました。スタイルチェンジするときには、地道にビジブルのオンオフを切り替えます。それではイベントグラフへ。来い！地道に作業してできました。さっぱりしたようだな。見た目はさっぱりしていますが、必要なパーツをカスタムイベントにしてつなげているだけです。真相はそういうことだ。カスタムイベントの中身は後で説明します。で、これは、ゲームパッドの方向キー右を押した時の処理です。つまり断定のスタイルチェンジです。ダンテスタイルの場合はバージルスタイルへ遷移します。ブランチの条件にアニメーションブループリントの変数を使います。はじめにダンテスタイルかどうかで条件分岐、ブルーつまりダンテスタイルの場合は次のブランチへ。次のブランチではバージルスタイルかどうかで条件分岐します。フォールス、ダンテスタイルの場合はスタイルリセットとバージルスタイルという作成したカスタムイベントの処理へ進みます。この場合は、バージルスタイルになります。最初のブランチがフォールスまたは次のブランチでブルーの場合は、スタイルリセット、ダンテスタイルという作成したカスタムイベントの処理へ進みます。この場合は、ダンテスタイルになります。条件がどうだのという説明だと、わからん。と思うので、本家デビルメイくらいの挙動で説明します。ソードマスターになりました。ソードマスターの時に、方向キー右でダークスレイヤーになります。ダークスレイヤーの時に、方向キー右でソードマスターに戻ります。方向キー上で、トリックスターへ。方向キー右で、ソードマスターへ。もちろんダークスレイヤーにはなりませんね。以上を踏まえて先ほどの処理を見ると、よくわかりますね。わからん。他の方向キーを押した時の処理もすべて同様です。ダンテスタイルのところが各スタイルに応じたものになっているだけです。では、作成したスタイルリセット、ダンテスタイルのカスタムイベントを説明します。バージルスタイルはダンテスタイルとほぼ一緒なので省略します。ではスタイルリセットから、このカスタムイベントは、すべての装備品のビシビリティをオフにし、さらにアニメーションブループリントの変数をすべてフォールスにします。ついでにスタイルチェンジ時のエフェクトと音を出します。横長になりすぎて、もはやカバーしきれない。なので一部拡大します。セットビシビリティの関数を使い、全装備品のニュービシビリティのチェックを外します。アニメーションブループリントで作成した、ダンテスタイルなどの変数をすべてフォールスにします。エフェクトと音出して終わり。次は、ダンテスタイルへ。このカスタムイベントは、ダンテのスタイルチェンジをするためのものです。アニメーションブループリントの変数ダンテスタイルをブルーにセット。セットビシビリティ関数でカツラと魔剣ダンテのニュービシビリティにチェックを入れかしか。スタイルチェンジのポーズと殿下のボイスを発して終わり。ご機嫌いかがかな？これも他のスタイルの処理は同じです。可視化する装備品。ポーズと声が違うだけです。これらのカスタムイベントを組み込んだものが、最初に説明したゲームパッド方向キー右を押した時の処理でした。そうか。丸ボタンを押した時のスタイルアクションについても、アニメーションブループリントの変数を参照して出し分けてます。以前作成したバーンナックルなどを、カスタムイベントにして繋いでます。スタイルチェンジの処理の流れができたところで、終わります。だが、もう一つある。デビルメイクライオンと同じようにするため、次回ウィジェットを追加します。このように格好良くはできませんが、それっぽくなればいいでしょう。無理をなさるな。完成したのがこちら。ヒップの裏
本家と同じくスタイルの頭文字を画面に表示します。方向キーを押すと対応した文字を一瞬大きくし、キーを押した感を出すようにします。また後でな。ここまでご視聴いただき感謝するぞ。